今回、エースコンバットというとどうしても、リアリティのある、景色とそれから、実際の戦闘機が出てくるという映像を皆さん見ることでとても難しいという印象があると、そういうのは前々から、いろんな人から聞いていました。なので我々今回はそのエースコンバットジョイントアサルトを作るときに、コントロールシステムを改良しています。なので、これも実際に多分手に触れていただくと分かると思うんですけれども、エアコンバットの部分の、最大の進化はエンハンスドコンバットビューで実現されていると思っています。従来のエースコンバットのシリーズだと、敵を見つける、当然その敵を見つけるのも、コンテナといわれる計器ですよね。それから、敵を撃破したっていうのを見るのも、いわゆるハッドの中にヒットというサインが出た出なかったミスというサインが出た出なかった、そういうようなことでユーザーは、イマジネーションしながら、戦闘しているというイメージを作っていったんですけれども、今回我々はそのエンハンスドコンバットビューで敵が非常に、間近に迫って見えることによって、敵が、どちらへ飛んでいる、右へ飛んでいる、左へ飛んでいるから右に、動きつつミサイルを撃とう、機関銃を撃とうというような遊びができるようになります。そして、敵を攻撃して、敵がやられた時もユーザーの目の前で、その爆発シーンとかも展開されていきますから、敵をやっつけたという気持ちよさが今までよりも格段に進化しています。今まで説明したジョイントアサルトのように、それぞれ違うミッションに、進んで、そしてお互いに助け合うというようなプレーがまず一つできます。それから、一つの大きなボスに向かって全員で立ち向かっていくというような遊び方も入っています。それから、対戦ですけれども、これは前回まで4人だったのが今回は8人でできます。ですから4人と4人でチームを組んで、どちらが強いかというようなチームの対戦も可能になります。しかもその、プレーの仕方はアドホックだけでなくて、インフラストラクチャーモードを使って離れた仲間たちともできるというのが今回の、我々の技術的進歩ですね。一つ、まだ、多くの皆さんが見ていないかもしれないシーンとしては、前作「エースコンバット X」の時には、手書きのドローイング、で、作ったアニメーション、ムービーを使っていましたけれども、今回は、CG を使っています。15年経ったエースコンバットジョイントアサルト、まだ、ジョイントアサルトミッション、エンハンスドコンバットビュー、それから、チューニングシステム、いろんなことをやってきてまだ挑戦をしています。ですからユーザーの皆さんも、何度やってもまだまだいっぱい挑戦ができるゲームを我々は今後も作り続けています。ですからぜひ、新しいエースコンバットジョイントアサルトで皆さんも新しいゲームプレイ体験に挑戦してください。